皆さんこんにちは。ヒロッキー5です。今回は S2000 前期型のワンメイクレースの様子をお届けしますよー。超高回転の VTEC が炸裂することでしょう。たまらないぜー。一つ目は9番手スタートでした。コースの幅が狭いので大幅な順位アップは考えていません。ヒロッキー一気まーす。しびれるサウンドだぜー、この音。2ラップ目です。前にいる選手はダワユー選手だ。接触を避けたいので間を空けてきました。おっと、シミュシミー選手がガードレールとガリガリしていたので8番手にアップ。うわあ、見えなかったー。ダワユー選手と並んでいきます。ここで7番手にアップ。後ろのシミュシミー選手にロックオンされたかもしれない。4ラップ目です。ウプムシさんはテンポよく来ました。変速ポイントが高回転すぎてやばい。6番手を走るハーウェスアウト選手に追いつけた。回りすぎだぜー。ステージがむずいコーナーだ。高速ドリフト中にぶつかっちまった。失礼。うわぁ、潰されるー。あららら、シミュシミー選手が通過していったー。ハーウェスアウト選手、何しとんねん。あぁ、ブレーキテストだー。何してくれてんねん。ウプムシさんは8番手に落ちました。ウプムシさんは夢中になりすぎたのか壁に接触。こんな時にペナルティかよ。間もなくファイナルラップです。ここで横に並べそうだがミスって接触。ハーウェスアウト選手からの激しいブロック攻撃を食らいました。きついブロックでしたがなんとか抜けられました。7番手です。ペナルティ消化します。ブルートラックにペ選手に抜かれて、8番手です。あわわわわ、後ろから、続々と来たー。押されたー。アムセット488オレンジ選手を、クッションおととと、ハーウェスアウト選手に押されたー。8番手の座は、守ったぞ。間もなくですね。フィニッシュしました。スタートより一つ上の順位ですね。少しミスも多かったように感じましたね。きつすぎるブロックに合ってしまうなどなかなか濃いレースでした。次も行ってみましょうか。S2000、ワンメイクバトルです。さて、ウプ主さんは、何番手かな。2回目は、10番手スタート。さっきみたいに、一つだけでもいいから、順位アップしたいですね。発車ー。飽きが来ない、エンジン音ですね。高速コーナーに来ました。ケンネス・ポージュン選手が、壁にガリガリしていたので、ポストと、蹴りを入れられながら、前に出れました。9番手にアップ。トックはワン選手のスリップストリームで、近づいていく。おおおお、ねじ込まれたー。加速頑張れ、ウプ主さん。うわ、ここの立ち上がりでの失速は大きすぎるぜ。とりあえず最後尾へ落ちました。アンコアマトウ選手の銀側に行けそう。よし、行けたー。クローム選手に詰まった。またいいところでオーバーテイクしたいな。
最終コーナーで、うまく立ち上がっていきます。第1コーナーで、仕留められるね。サイドバイサイドで、2ラック目です。10番手にはなったけど、オーバーテイクは、まだ終わってない。うまくいきました。おっと、イエローフラッグだ。シミョシミー選手でした。透明化してたので、楽にオーバーテイクできました。9番手です。ファイナルラップです。しばらく、一人だけできました。ここで、シミョシミー選手が見えた。さらっと、オーバーテイクしていった。10番手です。シミョシミー選手、早ーい。10番手フィニッシュでした。一度、ビリケツまで落ちました。それにしては、スタート順位で、レースを終えられて、ひとまず、ほっとしました。VTEC パワーのせいでしょうかね。3回戦目、いきますよー。うつ主さんは、VTEC に侵されているので、飽きません。ゲームなら、乗り放題ですし。スターティンググリッドは、6番手。出場者が、少なくなってます。なんとか、上位勢についていきたいですね。出発進行。グリーンフラッグだぜ。気合い入れて、きっちり回していくんだー。前が、混戦状態ですね。車間距離を、詰めすぎずに、行かないとやばいかな。ケンネス・フォージュン選手が、うわー、透明化してくれて、助かった。とりあえず、うつ主さんへのペナルティは、出なってよなったです。2ラップ目です。サンダードリームス選手についていきます。あと少しで、表彰台では、ないですかー。おっとっとと、前で、白煙が見えた。おおお、これは、チャンスったか。ペナルティ消化していた、おこにゃん選手を追い抜いて、3番手にアップ。これで、表彰台圏内になったぞー。よっしゃー。3番手を走行中です。2番手争いしたいけどなー。かなりプッシュしていますが、近づけているのか、わかりませぬ。3ラップ目になりました。高速コーナーです。少しずつ、タイム差が、出てきていますね。いや、後ろの、ヨシックス選手の方に追い詰められてきているような。もう、サンダードリームス選手たちが、コーナーの度に、見えなくなってゆく。もう、ヨシックス選手の射程圏内まで、落ちちまった。4ラップ目。もう、ロックオン状態だ。ブレーキングに集中して、突っ込んでみる。おっとっとと、お尻が投げれるけど、うまく曲がれたー。こんな展開が、何回もあると。フィニッシュするまで、気が持たないよ。後ろが、おこにゃん選手になっただけ。ファイナルラップに、入ったー。おこにゃん選手が、じりじりと来ました。もう今度こそ、やばいか。第1コーナーの立ち上がりが、遅くなっちゃったー。このトンネルの先で、どうなっているのか、わからない。いや、意外と大丈夫でした。このコーナーから先の、ライン取りが、大事ですね。この辺りが、ぶつけやすくて、滑りやすい。
ここを過ぎれば、良さそうだ。どうにか、最終コーナーまで、3番手を維持してこられました。あと、少しです。よーし。3番手フィニッシュだー。このワンメイクレースでは、最高です。オコニャン選手や、ヨシックス選手からの追い上げに、怯えながらでした。余裕は、ありませんね。サンダードリームス選手に追いついて、2番手とはいきませんでした。少しずつ、離れていく雰囲気は、イニシャル D っぽかったですね。4回目の、挑戦です。3番手フィニッシュを、超えられるのか、行ってみましょう。スターティンググリッドは、何番手でしょうか。9番手スタートでした。なかなか、表彰台は、厳しそうだ。夜に、映えるブルー色で、参ります。いざ、出陣じゃあ。今回も、いい音、出てます。徳和湾選手に、迫っていきます。レース、序盤は、抜きどころがなく、順位アップは、期待できませぬ。高速で、かけていきます。ここから、トンネルだ。ジャヨン14選手が、クラッシュ。スピンして消えていったー。うずむしさんは、7番手。エンジン回転上げないと、走りづらいな。いい音だけど。2ラップ目です。前を走るのは、徳和湾選手から、エクスプレスモス選手に変わりました。近づくまで、少々かかりそうだ。いや、コーナーで詰められれば、いいかも。おっと、前が詰まっているぞ。イエローカラーの、トシー選手が先頭だ。予想外の展開きたー。スリップストリームでついていく。トシー選手のペナルティ消化で、6番手だ。近づいたけど、抜けないエリアに来てしまった。ここから、長いからなぁ。3ラップ目の後半です。ずっと、走ってきましたが、状況は、変わりませんでした。追突したくないので、距離を空けています。焦って、壁にも行きたくない。ライン取りを、しっかりとします。おおお、エクスプレスモス選手が、イン側から行ったー。うずむしさんも、それに続く。徳和湾選手とサイドバイサイドだが、オーバーテイク完了まで、あと少し。よーし、5番手まで来た。エクスプレスモス選手に追いつけー。前の方では、3番手争いが、始まっているうおおお、オーバーテイクシーンが、見えているぞ。スリップストリームをうまく使ったか。ああ、2台とも壁に突っ込んどるああ、インに突っ込めなかったー。うつ主さん、チャンスを逃したー。少しずつ、離れていってるよファイナルラップです。コンマ6秒の差だ。離れすぎちまっていそうだ。目いっぱい、飛ばしているのに。うつ主さんは、5番手を走行中です。
ナンバーワン選手にペナルティ出た。全力で、来ました。フィニッシュです。4番手に繰り上がりました。やったー。惜しくも、表彰台には、届きませんでした。抜きづらいコースで、4番手まで来られたのは、ラッキーです。ザウバーワン選手の、ペナルティに助けられたのも、大きかったです。ご視聴ありがとうございました。